ニューイヤーコンサート2013の前日のウィーン・ラクユー協会王ゴンホールの後継ウィーンフィルニューイヤーコンサート2013はウィーンフィルハーモニー還元楽団による2013年のニューイヤーコンサート指揮者はフランツ・ウェルザー・アメストが務めたニューイヤーコンサート2013の中心となったヨーゼフ・シュトラウス2013年は リヒャルト・アーグナーとジュゼッペ・ベルディの生誕200周年に当たるため、彼らの曲がニューイヤーコンサートに初めて取り上げられた。また、ヨーゼフ・シュトラウスの彦であるヘトビク・アイグナー・シュトラウスの臨席を記念し、ヨーゼフの作品がプログラムの中心に据えられた。歴代のほとんどのニューイヤーコンサートでは、ワルツ王、ヨハン・シュトラウス2世がメインだったが、2013年のコンサートでは、 ヨハン2世の作品が合計5曲なのに対して、ヨーゼフの作品が合計7曲となっている。第一部は、指揮者、フランツ・ウェルザー・メストに関連するプログラムとなっている。ウェルザー・メストの母方の先祖は、ウィーンのカジノ兼ダンスホール、カジノ・ドムマイヤーの創業者であった。このホールは、ヨーゼフ・ランナーとヨハン・シュトラウス一世が繰り広げた、ワルツガス戦の主要な舞台の一つであり。 また、シュトラウス兄弟が多くの作品を初演した場所でもある。このため、カジノ・ドムマイヤーで初演されたスープレット・ポルカに始まり、ヨハン2世が妻アンゲリカに捧げたキスワルツと続き、ウェルザーメストの趣味である山歩きにちなんで、山の上から、そして最後に指揮者お気に入りの作品である景気兵助曲が配された。第2部は前半に、 ワーグナーの作品やその影響を受けた作品を配し、後半にベルディの作品とイタリアに関連する作品を配したプログラムとなっている。アンコール曲の一つ、おしゃべりな、かわいい口は、ヨーゼフが娘、カロリーネを描いた作品であり、そのカロリーネの孫娘、ヘトビクが来場したことに由来する。ニューイヤーコンサート初登場の作品が多く、 全20曲のうち11曲が初登場となった。は、初登場作品。ありがとうございます。